あ、そうか。はい。海があるね。海で隔たれてるんですね。あ、それはあったら確かに。ほうほうほう。まず早速、藤井のりさんは、ですかね。まず、はい。まずは海を作ろう。海を作ろう。あー、はい、確かに。この音もなんか心地いいですね。なんか、うん、こんな感じ。いいですね。おー、結構壊しますね。がっつりいきますね。白石さんも結構壊して、そうですね、お互い同じところですね。同じところどうですか、 V さん。まあまあ、なんとなく同じ。ああ、今イメージは共有してる感じですかね。なんかスタートは一緒かなって感じですよね。水回りがあったんだよな。で、こっちの方に、まあ、こんな感じかな、うん、なんかこういう感じの海があって、まあで、なるほどね、はい、あ、これがまたドットの水面って書いてあるんですね、のブロックが詰めてると、うん、この辺に白石さんはちょっと何かしらの、まあ、起点を作った感じですかね。え、何々、全然違う感じ、はいはいはい、いや、まあ藤井さんもイメージは近づいてる感じはしますけど、うん、まず土台からって感じですかね。それでいいのかな、それどっちに向けて、どっちに対して言ってるのかで気になるな。どうなのかな、この辺まで水でいいんだっけな。あ、竜王城の周りになんか、はい、バリアみたいなのがあったような気がしたんだけど。バリア、はい、バリア、あったかな、ありました、白石さん。毒沼っていうか、なんかダメージ床みたいなのありました。ダメージ床、どうです、なんかこんな感じでお互いにね。あ、だからちょっと、おうおうおう、しました、ね、水がずっとこうあるイメージ、うん、どうですか。おお、あ、でもちょっと水多すぎかな、うん、こだわるな、細かいとこだわりますね。ちょっとこの辺、こんな水多すぎる。こんな感じで結構細かく、はい、綺麗に、あ、なんか合ってるような気がするな。おお、あ、なんかちょっとそれっぽくなりましたね。これでいいですか。どうでしょう。私はちょっと分かんないですけど。で、確か、はい、あ、この辺山があった気がするんだよな。この辺に、うん、ああ、ほうほうほう、ちょっとなんか性格が出ますね。藤森さんはなんとなくこう大きくマップを捉えて、その中でまあ全体像を決めて作ってる感じで、ああ、そうなんです、全然違うんですか、作り方。白石さんはまあポイントから広げてってる感じというか、そんな感じ。周辺のバリア、バリア作って、マイラ、はい、マイラ、どう、マイラ、え、入れます、バリア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 、ごめんなさい、バリア、バリア、広すぎるからマイラまで、温泉までちょっと、やたらバリア、バリアって言うけどバリアではないです。バリア、青い床です。ここが、はい、ここがお、なんか、藤井さんは、うん、拠点になって、で、水多すぎか、そうきますか、はあ、え、ちょ、どっちが城だっけな、城と町があって、はい、藤井さん、北ですよ。北、これは、素直に受け取っていいのか。こんな感じ。あー、いいんじゃないですか。ほうほうほう、どうですか、お客さんちょっと笑ってますけど大丈夫ですか。まあ、もう一個ぐらい村あったんじゃないですか。違う、めっちゃ笑われてますよ。違うやん、もう一個ぐらい城が、うん、城3つぐらいあったんじゃないですか。え、こう、ほうほうほう、そうそうそう、だいぶ、あー、ちょっとスーファミ版に近くなってきた。おー、スーファミ、1マスから4マスぐらいになって城が、どうですか。こんな感じ。すげえ、大丈夫、ファミコン版からスーファミ版に近くなってきた。どういうこと。一体何が繰り広げられてるんだ。その隙に白石さんが淡々と、いや、淡々と確実に作られてる感じですね。あ、なるほどね、なんとなくね、この辺に山があったイメージですね。白石さんはお休みの日って何されてるんですか。え。お休みの日なんで急にプライベートな質問した。いつもちょっとゲーム、ね、確かにね、そうですね、以外何されてるのかなって、完全に作業の邪魔しようとしてるだけでしょ。いや、そんなことないですよ。いや、純粋に、そう、気になりますよ。純粋にですか。はい、最近はですね、
ゼノブレイド2とか面白いですよね普通に他社のゲームをやってゲームの話が任天堂さんは本当にいいゲーム出されますよね。あ、そうですね任天堂様に向けたメッセージのね。なるほど。任天堂スイッチ版ですからね。まあね、そんな任天堂さんの素敵なハードスイッチに、はい、我々またこうやってソフト出させていただいてますよね。いや、本当ありがたいことですよ。かたやプロデューサーはゲームを始めたら喋らないのにディレクターはこうした宣伝も交えてこんな感じで、うん、あ、なんかいい感じになってきたよ。こんな感じになったよ。そうですね、残り5分を切りました。おー、はい、意外と。え、なんか木とかこの辺引っ張ってる気がするんだよな。で、やっぱ木に入るとちょっと強いモンスターが、はい、ちょっと水のブロックは、まあまあでもね、惜しかったな。お互い割といい雰囲気ではあるんですけど、うん、どうですか。じゃあこの状態で会場のニュアンス聞いてみましょうか、はい、あ、どっちが今、どうですか今。藤森さんのがいいなっていう感じの人、手挙げていただけます。全然わかんない。やばいですね。あれ、じゃあ白石さんの方がいいなって感じの人は、圧倒的、圧倒的ですね。これちょっと挽回しないと。藤森さん頑張ってください。どこが違うの、どこが違うの、わかんないわかんない。今のところ 100-0 で白石さんですね。え、結構頑張っていけてると思うんだけど。そこまで、え、そんなに差ある、そんな差ある。圧倒的サイコ野郎、ね、うん、サイコ野郎じゃないですよ、サイコロ野郎。サイコロ野郎、サイコロ野郎ですよ。もう最近サイコロ野郎に会えないから寂しいんですよ。サイコロ野郎ロスで、サイコロ野郎、サイコロ野郎ロスロス、ま、珍しい方ですねサイコロ野郎ロスがなかなか聞かない聞かない感じですね。可愛いからちょっとまたお会いしたいし。こんな感じじゃないの。どうですか、うん、まあまあ、え、いや藤森さんもいい感じはするんですけどね。いいと思ったんだけどな。はい、ちょっと緑が多いな、うん、そして今もう3分間もなく、あ、もう3分、はい、来ました。残り3分です。これどうだっけな、山もうちょっと増やしとくか、うん、え、なんかこの辺にこんなあったような気がするんだけどな、違うっけな藤森さんが置くたびに笑いが起きるんですよ会場から。あるかもしれないですからね答えは分かんないから、まあ、ちょっとなんとなくこちらもちょっと言えないんですけどね、うん、だいぶちょっとめっちゃ似てるやん。ちょ、緑多すぎかな。めっちゃ似てる似てる。いい感じ、いい感じですかね。どうですか皆さん。でもどうですかね、めっちゃ笑ってますよ藤井さん。ドラクエいくつを作ってます今。僕ね、1,2,3,4,5,6,7,8 はい、うん、8のリメイクとか作りましたけど。そうですよね、はい、おー、だいぶ関わってきてますね。だいぶ古いですね、はい、だいぶ作ってるにもかかわらず、うんうん、で今日作ってるのは何を作ってるんですか。これ、これラダトーム周辺ですよね。ドラクエ1のラダトーム周辺を作っていると。はい、おお、はい、これは竜王と。そうですね。え、 あんなキャラいましたっけあんなキャラあんな場所にいましたっけこれですか。え、あと何分、あとちょっと、あ、もう2分切ってますよ。もう2分切りましたね。はい、結構もうあと装飾足すぐらいだな。うん、細かい作り込みがね、あと。やっぱり白石さんの方が順調ですかね。どうですか V さん。そう、順調。ただちょっと白石さんも一回引いてみてみます。全体で。あ、そうですね。どんな感じか。じゃあちょっとどうですか白石さんの方をご覧になって皆さん。意外といい感じ、いい感じかと思いつつ、ちょっと引くと首かけてる方もいらっしゃいますね。引くとね、評価が変わる感じがありますよ。ちょっと違うかなって。近くで見るとああと思いつつ、ね、藤森さんも急になんかちょっと今壊しちゃうというか、若干藤森さんの方も、はい、いやいやいや、その隙になんか変わってんな。ちょっとドットじゃないブロック使い始めましたけど。え、そんなブロックあった。カラフルですね。カセット使って出てくるブロックですかそれ。これは以前もあったやつですね。そんなブロックないぞ。カラーブロックですか。なるほどね。そうですね。ほう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 、違うな違う、どうしようかそんな感じ、こんな感じ、はい、そこにそれありましたっけ。はい、1分も切りましたやばいやばい、はい、藤森さんが作ろうとしてるのは違う側から作るやつじゃないのそれ、うん、そこにかけちゃったのえ、そんなブロック、え、そんなブロック収納箱に入ってたで、確かで確かありました。なんかね、トンネルがあったんですよ。あー、あったかもしれない。青函トンネルみたいなのがあった、うん、青函トンネル、うん、ドラクエに。あー、なるほどね、なるほど。結構結構いけると思う。こういう感じで、はい、はい、もう間も、はい、間もなく残り、はい、時間が残りわずかですね、はい、わかですね。結構いいんじゃないこれ。悔いの残らないように、ということで、いいですか。
よろしいですか、どうですか、山を足しとこ、山を足しとこ、もういいですか、はい、では10秒、残り10秒、10、はい、9、8、7、7、6、5、4、3、2、1、終了です。さあ、はい、はい、はい、手を離してください、はい、はい、さあ、さあ、まあどうでしょうね。では辻本さんがプレイ終えていかがですか。なんかね、いや作ってると思い出してきた、はい、あ、思い出してきましたね、記憶が。これ結構再現度高いと思う。おお、自信があるということで。自信ある、自信ある、めっちゃある自信。確かに後半から急に藤森さん、うん、具体的ななんか ね、なんかすごい作り込みに入りましたね、これ結構正解な。ああ、え、はあはあはあ、竜王の周りってもしかして砂場だったかもしれないな。いやどうですかね。白石さんはどうですか。はい、そうですね、うん、まあでもお客さんの反応を見てる限りでは、ええ、白石の圧勝なんじゃないかなと思います。そんなことないと思うよ。まあ、まあ中盤まではね、白石さんは見えてますから、見えてますから。あ、本当だ。あ、一応ね、あの見やすいところかな。あ、一応、あ、見やすい。あ、失礼しました。なんだあれ。あ、これ、なんですか。あ、あ、まあ、おそらくあれを作ろうとしたんだなっていうのは分かるんですけど、あそこにはなかった気がする。あそこじゃなかった気がしますね。というか、お互いのご覧になってどうですか、いかがですか。いやいや、絶対勝っただろこれ。あ、これ俺が勝ってるよこれ絶対。ダダトームこっちだよ、うん、藤森の方だよ。そうですか、一回画面引いてもちょっと全体見やすくできますかね。おお、どうですか。絶対合ってる、絶対合ってる、こっちだって。あの、全然違うんですね、白石さんの。え、こんなんだってどうですか。だってシラピーのやつさ、はい、竜王城の辺あんな感じ、なんか山に囲まれてなかったっけ。ほう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 、え、絶対橋かかってたって。そこにかかってました。ええ、それもうすぐ竜王城行けちゃうじゃん。あ、そうだね、それも確かにそうだな。あ、でも確かに虹の橋かかってたと思うんだけどね。あ、虹の橋ですね、あれ。はい、虹の橋なんですよ、ね、七色です、再現されて、虹の橋を再現してるんですね、なるほど、はい、あ、しかもあれな、はい、ダダトム城と町向きが逆っていうか城多くね。そもそもそうですよね、まず虹のりさんのやつ城多くないですか。これは何城が。これがラダトーム城。ラダトーム城ってやっぱラダトーム城その1その2その3みたいな感じ。結構オブジェクト、オブジェクトとしてはでかくなかったっけな。あれぐらいでかくなかったっけ。嘘でしょ、それファミコンの容量超えちゃいますよ。ファミコンではないこれ、3ぐらいかな、ね、3ぐらい。いや、これは絶対勝ったでしょ、はい、もう、まあ、お互い自信ありということで。いや、あるよ、俺もあるよ、はい、じゃあそれではこれどうですか、どっちか、はい、うん、分かんない、はい、ではお二人にも正解の画像を見てもらいましょう、はい、どうぞ。さあ、出ました、真ん中に。どうですか、どうでしょう。確かに、そうか、城と町逆か。でも、はい、結構でも白石さんやっぱ細かいね、町が右東側ですよね、そうですね、ほら、で毒の沼地に囲まれ、ちょっと川の形が俺違うけど、いや、こっちだろう。見てみ、譲らないですね。いやいやいや、あの、ええ、上に洞窟あるんだよ。虹色の要素一切ないから。でも藤森さんのあのストーリーを感じますよね。あ、僕あれね、クリア後の世界作っちゃった。え、クリア後こうなるんですよ確か。そうでしたっけ、ええ、クリア後の世界ってことで、ええ、こんなカラフルでしたっけ。クリア後、はい、ちなみにこっちあれですよ、僕の方あのお姫様抱っこしてるから、これポイント高いんじゃないですか。あ、いやいや、ポイントがこう登場人物も揃って、勇者がお姫様抱っこしてますよ。してるっていうか、そういうドットのものがあるっていうことですね。ちゃんとあの4人パーティー、4人パーティー、いやいや、主人公がおるやん、5人パーティーだ、竜王が仲間になっとるやん、はい、仲よく平和になったっていう話。光アレイの人いるじゃないですか、はい、ですまあ王様は悪者ね、これ。王様が竜王城にいるし、はい、これはこっちだろう。うん、いや、これどうやって勝敗を、これどうやって勝敗を、そうです、これはですね、はい、あの、この対決の判定はこちらにいらっしゃるお客様の拍手と、放送をご覧になっている皆さんのアンケートで決めたいと思います、はい、はい、ではまずアンケートを取ってみましょう。ニコニコ生放送ご視聴の皆さん、はい、アンケートの方ちょっと回答の方お願いします。1番お願いします。1番、1番が藤本 P、 2番が白石 M、 ね、はい、これ1番だろう、
皆さん変なことしないでいいですよ素直な気持ちで投票してくださいね。これは素直な気持ちで一番を、はい、では素直な気持ちで、はい、アンケート集計の間に会場の皆様に、会場の皆様もね、はいはい、ちょっと、はい、面白い方法じゃないですよ、はい、ではまずは藤本プロデューサーの方がうまくできたよっていう方拍手。こちらほらちょっとこちらはもうちょっとアピールあれしまきます。2人2人2人ぐらい、次手や、いやなんかもうこのまま行くと全然お客さん来てないみたいになっちゃいます、2人ぐらい全く拍手の音が聞こえなかったけど聞こえなかったですね。じゃあ続いて、じゃあ、はい、白石さんの方がうまくできたよっていう方どうぞ拍手。あ、お客さんいた、やっぱお客さん結構いる、いたくさんいますね。あれだ、ニコ生の結果だけ見よう、うん、会場の皆さんも関係ない、いやいやいや、ニコ生ご覧の皆さんも面白くしようとかしないでいいですよ、ね、会場の皆さんは、まあ、こんなに差つく、素直な気持ちでね、白石さんがね有利ということ で、はい、はい、さあどうですか、アンケートの方、はい、結果出ましたかね、はい、はい、ではアンケート結果お願いいたします。あ、僅差だ、意外と僅差、どうですか、 44%対56%、嘘でしょ、これ同点だよね、これ同点だね、思ってたほど差はなかったですけども、同点勝ったは勝っただけどちょっと不満残るな、これ、なんか嘘でしょ同点やなって書いてます、同点ではないです、おや、いや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 、まあ、会場の方はまあ圧倒的に白石さんでしたかね、はい、ではまあこちらこの対決は、はい、あ、でもまだありますか、なんかこれは最終的に V さんが、あ、V さんにも、そうですね、判定していただきますか、はい、判定していただければここでもう一回僕が判定するんですジャッジしていただいて、これはもうサイコロ野郎ですよ、ね、おー、サイコロ野郎、はい、ではこの対決はサイコロ野郎の勝利です。サイコロ野郎でよかったの、まあ、ね、はい、サイコロ野郎をもしかして知らない人がいるとしたら、はい、イタストのプロデューサーだということでね、ありがとうございます、ね、解説ありがとうございます、サイコロ野郎です突然名前呼ばれなくなったなと誰だ、みんな不安に思っちゃうから、ね、サイコロ野郎、野郎、はい、はい、という